関西学院2021の1の1の問題やっていきたいと思います。はい、今回こっちの問題やっていきたいと思います。正の次数とするときに、はい、y イコール絶対値の、はい、ここにおける最大値を a を用いて表すとどうなるかっていう話になります。はい、まあ、なので、まあ、まずこれをしっかりと平方完成してあげましょう。そうすると、はい、こういった形にすることができます。ってことで、まあ、a から a においてどうなるかといいますと、まあ、軸といいますか、まあ、この部分がとりあえず2 3分の 2a 取ることがわかります。 で、えぇ、ー、まあ、0から a という風うに書いてありますので、その時、この三分の二 a というのは範囲には含まれてますよね。で、この図で見ている通り、えー、ここで言うと、まあ、最大値っていうのはこの三分の二ちょっとボコッとしたところで取りそうですよね。はい。なので、えー、x が三分の二 a の時に最大値。まあ、このままこう消えればいいので、三分の四 a 1プラス 2a マイナス6。はい。こんな感じで答えることができます。 では続いて、えー、共有点が3個のパターン。はい、これはどうすればいいかと言いますと、まあ、この3分の 4A 乗プラス 2A マイナス6。はい、このちょっとボコッとした部分。これがちょうど0になればいいという状態ですね。はい、なので全部を2分の3倍してあげて、えー、こういうふうにまあ因数分解していく。で、今回 A は、まあ、えー、0から A って言ってますので、A はプラスです。なので A の値、条件を満たすのは2分の3。このように答えることができます。 はい。では、続きまして、共有点が4個のパターン。これはどうなるかって言いますと、まあ、結局こういうふうに、ね、ぷくっていうふうに膨らんでる状態。ただ、これで、なおかつの、はい、ここの部分ですね。なおかつ、ここの、えー、y 軸の交点これがマイナスでないと、そもそも解存在しないという事態が起こります。はい。なので、これもね、計算していくと、まあ、こんな感じにすることができまして、はい、2分の3小なり A 小なり3。こういった答えを出すことができます。 絶対値のパターン若干ややこしいですが、まあ、図書いてあげて、まあ、どこでひっくり返るんだろうとかそういったのはねしっかりと意識して考えていただくといいんではないかなと思いますそれでは以上になりますご視聴ありがとうございました